はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。まもなく12時になろうとしていますね。今日月曜日というのはですね、あんまりニュースがないんですけども、やっぱりウクの問題がですね、どのニュースサイトも上位に来てましてですね、今日盛んに朝から言われているのはですね、ロシアがですね、投入兵力の3分の1を失ったというふうに、3分の1やったかな、3割やったかな、3分の1ですね、確か3分の1を失ったというふうに、言われていますね。どうでしょう、3分の1ね、失うということはね、どう言いましょうね、また3分の2あるやないかとみんな思うでしょ。あ、そうちゃうんですよ。2割ぐらい失われたらね、もうね、現場のソルジャーさんたちはですね、あかんあかん逃げようってなるんですよ。2割ぐらいでね、3分の1って33%でしょ。もうかなりボコボコにやられたっていう感じなわけですね。要は戦場を離脱せざるを得ない、あるいは現場でキルされてしまったというのが合わせて3分の1なんですね。なると相当な損害なんですよこれ。で、シベリアではですね、その森林火災が発生して、いつもは軍隊を導入して消火活動をするんだけども、もう軍隊があっちの方行ってしまったんでですね、消火できへんやんってなってるとかですね、そういう状態になっておりましてですね。で、今ですね、もうこの1週間というか5月の9日以来ですね、9日にプーチンさんが戦勝記念日の演説、冴えない演説をして以来ですね、続々とですね、ロシア国内からですね、反対の声とかですね、プーチン批判とかが聞こえてきまして、軍内を動揺してるとかですね、情報組織の幹部を飛ばしたとかですね、そういう話がガンガン入ってきていまして、ロシアにとってこう有利な情報っていうのは、ほとんどロシアが有利になってるという情報はほぼ皆無ですね。こういうことをやるんちゃうかとかいう話が出てまして、あとですね、N とケミ、あるいはバイオを使うんちゃうかという話も出てますけども、使ったところでですね、全体的な敗色っていう負けの色はですね、もうほぼ確定的になってるんちゃうかなと思います。あとはどこで食い止めるかということですね。ゼレさんはですね、もう全部取り返すって言ってますね。あれですからね、総司令官ですから、そう言わざるを得ないわけですね。東部、今やってますけども、東部のところもですね、最終的にクリミアも取り返すと言ってましたね。要は2014年以前の状態に戻すということなんです。クリミアはちょっと無理かも分かりませんけどね、もともとあれ、ロシアなんですよ。で、フレッショフがですね、あれです、友情の印としてって言って、ウクライナに渡したわけであって、行政権をね。で、当時別にウクライナはソ連邦の一国家で、国家というか、国家ですけど、一応その、なんて言いますかね、国家の手を成し得ない、他の視点みたいなものなんですけど、形の上ではですね、ウクライナ共和国という国があったわけですね。で、そこの領土に入れるというふうにしただけであって、もともとロシア系の住民が7割ぐらいいるんですね。海軍基地と造船所みたいなのがあってですね、ロシアとしてはそれは渡したくないわけですね。で、住民もですね、ロシア語を話す人がもう大半なわけです。ただ住民が望んでるかどうかは知りませんよ。ロシアの一部になるのか、ウクライナの一部になるのか、その住民はどう望むかというところでしょうけども、一応形だけの住民投票はしてますね、2014年に。それはええんですけど、どこで終わるかというところがこれからの焦点になるんですけども、別の焦点はですね、そのあれですね、最初の数週間の時に、
停戦がちょっとまとまりかけた時ありましたね。あのゼレさんがですね NATO 加盟を諦めるというふうなことを言うとですね、一瞬まとまりかけたかなと思ったら、あ、やっぱりあかんということになりましたね。アメリカがドザーッとですね、援助武器弾薬をですねドザーッと送り込んだわけです。そこでね、でゼレさんもやる気になって、いや最後まで行くれみたいな、今はそういう状況になっております。つまりアメリカはですねロシアが負けることを望んでいるわけですね。でさらに言うならばですね、あのブリンケン国務長官とかですね、あの何やったかな、あのななあのごつい国防長官とかの発言を聞いているとですね、そのこれ終わった後でロシアを無害化しようというふうなところまで踏み込んでいます。つまりアメリカにとって無害な国にするということですね。簡単に言えば、まあ、もう大義名分はヨーロッパにとって無害な国にすると、まあ、要は二度とああいうこういうことをやらかさない国にすると、そのために絶対的に必要なのは N ですね。 N を取り上げるというところが必要なわけです。でもそんな簡単に渡すわけないでしょう。まあ、プーチンはそんなこと絶対しませんけども、プーチンがプチンとされた後で次の誰かがですねロシアのあれですリーダーになった時にそいつからですねおい N よこせっていうふうに取り上げなあかんわけですよ。それがためにはですね相当苦しんでもらわなあかんわけですよ。相当苦しんであかんねあかんねあかんね分かった N 差し出すとこうそういうところまで持っていかなあかんわけでして、まあ、それは多分経済で締め付けるんでしょうけども、あのその経済で締め付けるために、抜け道になっているのが中国なわけですね。だから中アメリカは今中国をもですね締め付けようかなというそういう素振りを見せています。ロシアを応援する支援するんさやったらお前ら分かってるやろなみたいなことをですね今中国に言うてるわけですよで中国はねあのロシアがある程度力を持っててくれた方がいいわけですよ。だって一人でアメリカに当たるのと、まあ、ロシアという仲間がいるのとではだいぶ違いますからね。だから それに反対をするでしょうし、ロシアを何かにつけて支援すると思います。だからまあ地政学的に考えたらもうそうするでしょう、あの必然的に。しかしアメリカも容赦なく、あのねこういう時のアメリカって容赦しないんですよ。日本をボコボコにやっつけて原爆まで落として、挙句の果てに日本国憲法を押し付けたでしょう。あれ全く無慈悲なやり方なんですね。あの優しそうに見えてますけどもね、アメリカにとって非常に無慈悲にこう日本を無力化したわけですよ。結果的にそれが失敗やったってさっき喋ったんですよねで今回もですねアメリカのやり方を見てますと、多分もう無慈悲なまでにロシアの N を取り上げようといろんなことをするはずですし、締め上げると思いますね。まああのミリタリーな部分ではですねウクがやってますんで、それ以外のところをガン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 行くはずですね。それがためにやっぱりね、やっぱりアメリカと中国の対立も今後ですね、先鋭化せざるを得ないと思いますね。アメリカやヨーロッパの資本がもう陸続とロシアから引き上げてますでしょ。で今じわーっとね中国からも引き上げてるんですよ。これはねああいう連中、多国籍企業みたいな連中がこの後のですね米中対立というのとですねロシア無害化あるいは無力化ということを見越してですね、もうあんな国に行ってもしゃあないわと。経済サイズ小さいですからねロシアっていうのは、経済サイズ小さいですし、今着々とですねあのアメリカがですねロシアに対する経済的な締め付けの輪を縮めようとしています。でそのために今手を打っています。今年の後半になればですねだんだんそれが見えてくると思いますし、アメリカの政策つまりロシアを無害化するという政策もだん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 世界の知るところとなっていくのではないかなと思いますね。なんでどこまでうまくいくかはね、分かりませんけども、まあ、いやそうした方がいいと思いますよ。どっちかっていうと、だってまたこんなことやられたらたまらんでしょ本当に。あの次はフィンランドやとかリトアニア行ったるみたいなそんなこと言われたらたまらんわけであって、それはですねアメリカにこうアメリカがそういう政策を行ってですねうまくやるシーンというのをですね見てみたいわと僕は思いますけどね。でも邪魔をする一番手は中国でして、そのことにおいてですねロシアを支援することによって中国はアメリカをさらにですね向こうへ追いやって敵に、あからさまな敵ということにされてしまう可能性が十分にあるなというふうに思いますね。いやーなかなかねおもろいわという感じではあります。ただですねこのロシアがこう負けるであろうということはほぼほぼ今確実になってきました。
あとはどうやってプーチンさんがプッチンされるのかというのをですね、まあまあ今後の注目点ですね。もう時間の問題だと思うんですけどね、でも脅威の粘り腰を見せるかも分かりませんけどね、あのおっさんもね。だって自分と自分の家族の命に関わることですからね、それは必死の抵抗するでしょうけども、まあでも大きな流れは大体も決まってきたかなという感じがいたします。特に貼るページはございませんので、皆様それぞれですね記事などを読みいただければと思います。はい、どうもありがとうございました。